まれはロシア、ステージは関西、舞台は東京、イロシキーズです。はい、ブラスさん、はい、今日はバレンタインですね。ああ、そうですか。なんでそんなテンション。いや、だってそんなん関係ないもん、バレンタイン。なんでバレンタインとかもらったりしないの。ほんま小学校低学年ぐらいかな、最後にバレンタインやったのは。バレンタインっていうのはもともとさ、昔バレンティヌスっていう人が存在してて、当時は戦争を行ったりとかそういうのがあったから、その当時の皇帝は結婚式あげたりすると自分の戦争の軍隊が弱まるんじゃないかっていうので禁止にしてたんだって、うん、彼は同性婚とかも密かにやってたらしいんだって。聞いてるといい人なんだけど、それがねバレてしまったの、皇帝に。で結婚式をやめろっていうので言ったんだけど、やっぱり彼はまだそれを続けてたからバレてしまって牢屋に入れられたの。その人は処刑されますっていうことが決まって、うん、その時に牢屋の中にいる働いてる人ので、その娘が彼に「バレンティヌス、あなたのことを愛してるのよ」っていうのを告白したんだけど、彼は「俺は成人だからそういう恋愛とかはできないんだ」みたいな「ごめんね」って言って断りしたらしいの。結局は彼女に対しての気持ちが大きくなりすぎて、彼はね彼女に手紙を書いて告白するの。あなたのことを本当はめちゃめちゃ愛してるよって言って、あなたのバレンティヌスっていうので彼はまあ処刑されたんだけど、14日に。そこから2月14日は愛の告白をする日だっていうふうに決まったらしい。でもさ、結局日本ではなんかまあ告白する日とか関係なくさ、チョコレートをあげる日になってるやんか、14日。まあそりゃそうやん、そんなチョコレート会社の陰謀なんやから。まあそうだよけどさ、その陰謀のおかげでさ、例えばすごいさ大人数のいる会社で働いてる人とかやったらさ、何個チョコ買わなあかんのって話。大変だった。人数が多い会社に勤めてる時は女性同士で集まって会議して誰が代表で買ってくるみたいな。もう何のためそれ。それさ、男の人も迷惑じゃない？例えばさ、なんか女性がバーっていっぱいいてみんなからもらってたら、もう20個30個それ持って帰って。しかもさ、ホワイトデーの時ってさ3倍の値段で返さんとあかんやろ。そうだ。そうやで、そういうルールがあんねん。あ、そうなんや。もらったチョコレートの3倍の値段で返すっていうのがあったから、だからもうそれ小学校の時もわざわざ3倍の値段のチョコレートこれいくらやったんやろうっていうので考えながらあげよったで。めっちゃ偉いやん。でももう今はもしもらう場合に「ホワイトデー何も返さへんで」なんか言ってたね。そう「返さへんけど大丈夫？」っていうのを言って、それでも渡してくれるんやったらありがたく受け取るけど、男はさ多分チョコとか欲しいって人さ、そんなんさ思ってるやつおるんかなと思って。気持ちのないチョコやで。恋人同士でね付き合っててもらうんだったら嬉しいやんか、なんか普通のそこの辺の人がさ「はい」って渡してもさ。女の人はよくな、バレンタインにも会社のなんか全員にあげんとあかんから、そこで不公平がないように下っ端の女の子が一番全部買わされて渡された。って言って男どもって感じで怒ってる人おるけど、悪いけど男は別にさ言い始めてないと思うね。会社でチョコをみんなに配りなさいみたいなのはどっかのあざとい女が配り始めて、なんかみんなもそれをやらんとあかんってなっていて、最終的に男が悪いみたいになってるだけな気がすんねん。俺もさやめようよ、バレンタインで。あざとい女がうまいことをそれで出世するっていうのがあるからあかんかったんやろな。チョコレート渡す日じゃなくてチョコレート食える日にしたらいいやん。もう会社にこうボンって置いて、でみんな「あ、今日チョコ食える日なんだ、チョコの日なんだ」っていうのに書いたらいいんじゃない？別にそれさ会社のビジネスも壊さないし、もういちいちあげるっていうのもなくなったらいいなと思ってる。もうやだ、バレンタインデーって聞くと正直言って最近もう全然イエーイってならないっていうか、俺にとってはほんまに無の日、何も考えてない。そんなその告白していい日、愛を伝えてもいい日ってことなんだろうな。いやでもあかん日なんかないやん。まあでもその日は許されるじゃないけど、バレンタインだからこそ恥ずかしいとかそういうのなく言っていいっていう人みたいな。いくらなあ恥ずかしいで、そんなんバレンタインやからって言ってバレンタインの日に告白して「あ、ごめんなさい」って言われた日ら「はい、うっそぴょん、バレンタインでした」ってできるかっていう。それやってんやったらええかもな。これなんで海外で成立するかっていうと、海外では告白するだけど日本と一緒じゃないねん。付き合いましょうっていうのがないねん、海外は。好きっていうのを言うんだけど、そのお試し期間としてなんかちょっとの間一緒に遊んだりデートしたりして、でいつの間にか付き合ってましたっていうパターンだからないねん、その付き合ってください無理ですっていうのが。だから多分その気軽に気持ちを伝えれる日でも今それ聞いて思ったけど、やっぱバレンタインなくしたらあかんかも。会社で面倒くさいのはそれやってるのが悪いだけやと思うねんけど、やっぱり言葉にして好きですって言えない子が好きっていう気持ちをチョコであげることによって、義理チョコかそうじゃないチョコか分からへんけど、本当は本命なんだけども義理チョコの装って渡して、かわいい。それあんたや、あんたがやりそうなやつや。ほんでもらった側ももしも本命やったらとか意識することにつながって、そこから俺なんかお互い逃げ道もあるし、でも発展させていくきっかけにもなるし、俺意外となんか役に立つかもって思った、ね、今。会社はもうただ買ってもう机にボンでいい。だからさ、会社であざとい女子があげよったら「うわ本命は本命やでこれ本命見て!」ってやってたんですから、もう嫌がられる。そうやって潰していくのね。そうやって潰さんかったんが悪いね。そういうビジネス始めないと。じゃあ私たちはそういう現場に行ってうわーってやるやつ。まあ確かにな。でもおっさん上司からしたらさ、若い女の子からさチョコもらったらさ出世させたろうみたいな気持ちになるんかな。本命じゃなくても義理でもくれることくれへん子やったら、義理って分かっててもくれた方にちょっとやっぱ優しくしてまうかもな。そうだと思う。そうやんな。やっぱバレンタインやめよう会社で渡すこと自体を禁止にすればいいの。チョコあげるあざとい女がひいきされるだけになるから、とりあえず社内ではフェアな平等にするために禁止にするという。これからじゃあその運動を私は始めたいと思う。外でバレンタイン禁止っつってやろう。でもやっぱ世間ではあったら絵はちょっとその日は特別なエッチをしていい日とかにしたらどうよ。あ、それは楽しみになるんじゃない？うん、もうチョコレートを使って、ほんまそれこそディップチとかもいいし、チョコレートのろうそくでこうチョコピチャピチャピチャってあってやって、それをピロピロ舐めるクレーとか、なんかチョコレート入れ込むな。嫌な動画だね。嫌じゃない？そんなバレンタインの日にさ。皆様、今日はいいエッチしましたか？まあしてる人はこの動画を見てへんと思う。そうもうしてるからな。次の日見て、あ、しましたって書いていただければ。まあ多分一つもないわそんなコメント。一応コメント見ていこう。してるかどうか、エッチしたかどうか、バレンタインということでね。言いたいことは言い切れましたか？はい、言い切れます。満足です。あ、じゃあよかったです。では以上です。